惑星。大漢弦楽のための組曲、惑星、惑星、ザ・プラネッツ作品32は、イギリスの作曲家、グスターブ・ホルストの作曲した代表的な管弦楽曲である。この組曲は7つの楽章からなり、それぞれに、ローマ神話に登場する神々にも相当する惑星の名が付けられている。木星中間部の旋律は、イギリスの愛国家、また、 イングランド国教会の成果となっている。ホルストの代表曲として、ホルスト自身の名前以上に知られており、近代還元楽曲の中で最も人気のある曲の一つである。イギリスの還元楽曲を代表する曲であるとも言えるが、むしろイギリス音楽とは意識されず、その枠を超えて親しまれている曲である。ただし、特殊楽器の多様や、 女性合唱の使用などが実演の障壁になることも多く、全曲を通しての演奏の機会は必ずしも多いとは言えない。この作品は惑星を題材としているが、天文学ではなく、先生術から着想を得たものである。地球が含まれないのはこのためである。西洋ではヘレニズム期より、惑星は神々と結びつけられ、この思想はルネサンス期に、 錬金術と結びついて、宇宙と自然の対応を解く、自然哲学へと発展した。この作品は、日本語では、惑星と訳されてはいるが、実際の意味合いは、運勢に近い。それぞれの曲の副題は、かつては、の、神と訳されていたが、近年では、本来の意味に即して、を、もたらすものという表記が広まりつつある。かねてよりホルストは、作曲家、 アーノルド・バックスの兄弟で著述家のクリフォードから先制術の手ほどきを受けており、この作品の構想にあたり、先制術における惑星とローマ神話の対応を研究している。作曲時期は1914年から1916年。当初は惑星としてではなく、7つの還元楽曲として作曲が開始された。これはアルノルト・シェーンベルクの5つの還元楽曲に、 着想を得たものと言われる。まず、海王星以外の6曲は、ピアノデュオのために、海王星は、オルガンのために作曲された。1914年に、火星、8月以前、金星、秋、木星、年末が作曲され、1915年には、土星、夏、天皇星、8月頃、海王星、秋が、そして1916年初頭に、 彗星が作曲された。その後、日本人舞踏家、伊藤道郎の依頼を受け、惑星の作曲を一時中断して、日本組曲を完成している。1917年になって、オルガンや声楽を含む大漢言楽のためにオーケストレーションされた。しかし、生涯ホルストを苦しめた腕の神経炎の再発のため、オーケストレーションにおけるホルスト自身関与は口述する。 水星、ピアノスコアへの楽器の指定、口述などにとどまった。しかし全オーケストレーションの構想は、ホルスト自身で完成されていたようである。フルスコア作成の補助のため、ホルストが勤めていたセントポール女学校音楽家の同僚のラデート・バリラスカー、学生のジェーン・ジョセフと筆記者としての契約を交わしている。オーケストレーションは、創造的かつ色彩的であり、 英国の作曲家よりも、ストラビンスキーら大陸の作曲家からの影響が強く見られる。還元学法的には複雑ではないものの、ソロとツッティ、複数人で同じ旋律を奏でることを使い分けて、音の厚みを変化させたり、同一楽器で和音を奏する。例えば、フルート三本で和音を構成するなど、大編成にもかかわらず繊細で独特な音色、音響的効果が引き出されている。 また、西ーは、基本的に、旋律、和音、ベース音など、明確に分けられており、大編成の割に、曲の構造はわかりやすい。火星の五拍子など、民族的なリズムや、海洋性などで現れる、神秘的な和音など、作曲当時のある、種、流行を取り入れているが、その親しみやすさのおかげで20世紀の音楽としては、珍しく日常に聴く機会に恵まれた曲になったと、 言える。初演は、1920年10月10日に、バーミンガムにて、全曲を通しての公式の初演が行われた。これに先立つ1918年の9月29日に、ロンドンのクイーンズホールにおいて、エイドリアン・ボールとの指揮する、ニュークイーンズ、ホール管弦楽団により、非公式の演奏が行われている。組曲、惑星は、 大編成の還元学のために書かれており、オルマンや最後の歌謡性では舞台の外に配置された歌詞のない女性合唱が使われる。初演に立ち会った聴衆は斬新な響きに驚き、この組曲はたちまち成功を収めた。惑星はホルストの最も知られた作品ではあるが、作曲者自身はこれを佳作の一つとして数えてはおらず。 他の作品がことごとくその影に隠れてしまうことに不満を漏らしていたと言われている。ただ、自身でも何度かこの作品を指揮し、録音も残しており、土星は気に入っていたという。初演当初は好評を持って迎え入れられたが、同時代の作曲家の意欲的な作品、例えばドビュッシーの海やストラビンスキーの春の祭典などと比較して、 やや低水準とみなされた本作は、ホルストの名と共に急速に忘れられる道をたどることになり、一時は英国内の一作曲家のヒット作という程度の知名度に甘んじるようになった。今日のような知名度を獲得するのは、1961年頃にヘルベルト・フォン・カラヤンが、ウィーン・フィル・ハーモニー管弦楽団の演奏会で紹介したことがきっかけである。カラヤンは続いて、 同じオーケストラでレコードを発売、鮮明な録音もあって大ヒットとなり、この曲は一躍有名になった。それ以後、近代還元楽曲で最も人気のある作品の一つとして知られるようになった。作曲当時太陽系の惑星として知られていた八つの天体のうち、地球を除いた七つの天体、すなわち水星、金星、火星、木星、土星、天王星、 海洋星に曲を1曲ずつ割り当てた全7曲で構成される組曲である。全曲を通した演奏時間は約50分である。各曲の平均は7分弱、最短の彗星は約4分、最長の土星は約10分である。火星と水星の位置が入れ替わっていることを例外として、各惑星は軌道長半径上で太陽から近い順番に、 配列されている。火星と水星の位置が入れ替わっているのは、最初の四極を公共極の、九、間、舞、九のような配列にするためだと言われる。もう一つの説明として、王道十二宮の守護惑星に基づくという説がある。王道十二宮を、白洋宮、お羊座から始まる伝統的な順番に並べると、その守護惑星は、重複とがつ、太陽を無視すれば、 学章の順序に一致する。そのため、明王星は、水星と木星の間に来たるべきだとする意見もある。日本では、木星に次いでよく知られている曲である。第一次世界大戦の頃の作品のため、その時代の空気が反映されていると指摘されることがある。不明確な調整、変則的な表紙など、ストラビンスキーの春の祭典からの影響が大きいと言われる。 再現部の第2主題と第3主題の順序が入れ替わっているが、そなた形式に相当する。ダダダ,ダンダンダダダンという5拍子のリズムを必要に繰り返す。このリズムは木製のマレットでティンパに、コルレーニョの弦楽五部とハープで演奏される。定時部第3主題でのトナーチューバ、ユーフォニアムで演奏されることが多いのソロが、オーケストラにおける。 この楽器の秀逸な要領として、しばしば言及される。全185小説。感情楽章に相当する。主に三部形式。主張は変歩調調だが、途中一部の楽器が A、長調,調になる部分がある。中間部には、バイオリンやチェロのソロもある。全141小説。スケルトに相当する曲である。 補聴長と変路聴長の副長が用いられている。主に二部形式。ホルスト自身がフルスコアを書いたのはこの曲のみで、この曲を心の象徴と述べている。副長ゆえに楽器の交代が多く、オーケストラの腕の見せどころである。全296小説。組曲中、最もよく知られている。特に中間部アンダンテマエストーソの旋律が非常に、 有名である、口実。この曲もスケルツォに近い性格を持ち合わせている。大きな三部形式であり、主張は、波長長、中間部は変歩長長、終盤で中間部の旋律が戻ってくる時には、路長長である。全409小説。組曲中で最も長い。調整は淡い波長長で、派音上の負荷6の和音や7度の和音が多用される。 ホルスト自身この曲が最も気に入っていたと言われ、組曲中でも中核を成す曲と考えられる。全155小説。スケルトに近い曲、デューカスの魔法使いの弟子に影響を受けたと言われる。また、冒頭の印象的な四音、G、S、A、H は、ホルストの名前、グスターベ・ホルストを表していると言われ、曲中にも、木管、金管。 ティンパニーなどを使って様々な形で必要なまでに取り入れられている。全250小説。補単長と A と単調の副長。静かなこの曲では56小節目から女性合唱も演奏に加わり消えるように終わる。楽譜には最後の1小節に反復記号が記され、この小節は音が静寂の中に消えるまでリピートせよ、と書いてある。 全101小説。この曲は、オーケストラのための曲ではあるが、しばしば吹奏楽や、ブラスバンドのために編曲されるほか、富田伊夫による、シンセサイザー編曲、諸井誠によるオルガント打楽器のための編曲などがある。ホルストは、この曲に関して、非常に厳格な制約を設けていた。楽器編成の原種。 アマチュア団体の演奏に限り編成の縮小を認めたから抜粋演奏の禁止まで提示しており、死後も遺族によって守られてきた。しかし1976年、富田伊佐によるシンセサイザー版、惑星が許可されて以降、この制約は絶対的なものではなくなっていく。1986年には、エマーソン・レイクパウエルの同名アルバムにログレッシブロックにアレンジされた。 火星が収録され、ついにクラシック音楽の枠からも逸脱した。なお、キングクリムゾンは、デビュー当時からステージで火星を演奏していたが、1970年に発表された、キングクリムゾンのアルバム、ポセイドンの目覚めへの収録は許可されなかった。そのため火星をモチーフとしたザ・デビルズ・トライアングルという楽曲として収録していい。現在では、人気のある木星と、 火星のみを抜粋して演奏されることが珍しくない。また、バスオーボエ、バリトンオーボエのような普及率が極めて低い特殊楽器は他の楽器に代替して演奏されることもある。木星の第四主題は作者自身によって還元楽月コラールに改作編曲されている。イギリスの愛国的な参加として広く歌われている。我は何時に誓う我が祖国よ、愛。 ベウト G、マイカントリーがそれであり、作品番号はないが、H148 が振られている。1918年に、イギリスの外交官、セシル・スプリングライス、1859年から1918年が作った詩に、1918年、1921年説も、に、木星の、第4主題、アンダンテ・マイストーソの旋律が付けられた歌である。 歌詞が第一次世界大戦の最中に作られ、作品の発表も1926年の第一次世界大戦休戦協定記念式典であったために、11月11日のリメンブランスデーに歌唱されることが多い。1926年にホルストの友人レイフ・ボーオン・ウィリアムズが監修した三歌集ソングス・オブ・プライズでウィリアムズがホルストの木星をもにした作品を 彼が暮らした街の名にちなんで、サックステッド、サックスティドと呼んで以来、木製の第四主題をもとにした作品は、サックステッドとカテゴライズされるようになった。1991年、ラグビーワールドカップのテーマソングとして新たな歌詞が付けられ、ワールド・イン・ユニオン、ワールド・イン・ユニオンとして発表される。原曲は、サックステッドとしており、 4分の3拍子を4分の4拍子に変えている。ワールド・イン・ユニオンは大会ごとにアレンジされている。1997年にはオルガンに編曲されたものがダイアナ元皇太子妃の葬儀において教会で演奏された。イギリスをはじめ英語圏を中心におびただしい数の賛美歌などが作られているが、これらは原曲を我は何時に誓う我が祖国よ。 サクステッドとしている場合が多く、題名のもとにあるいは塗布される、惑星あるいは木星からとするものは少ない。以下の日本の作品も、その点は半然としない。2003年5月21日リリースの本田美奈子のアルバム、アブ・マリアの一曲として、岩谷時子の歌詞によるものが収められている。それに先駆けて、ユサミモリが百九十九年に発表した、 アルバム、話に,にも、A Little Bird Told Me の題で、ユサ自身の詩による曲が収められている。音楽プロデューサー、朝倉大輔は、自身の参加ユニットであるアクセスの、デリケートプラネットツアー、1994年において、この戦術を、朝倉独自のシンセサイザーアレンジで演奏している。平原彩香のデビュー曲は、吉本由美により、第4主題に、 新たな歌詞が付けられたもので、2003年12月17日にシングル版 Jupiter としてリリースされた。ハワード・ブレ、作曲、ザ・ハニ・カムズ、歌唱、演奏のワンス・ユーノも、この旋律に触発された曲の一つである。また、木星を舞台としたセガのアーケードゲーム、電脳戦記バーチャロンフォースのエンディングにもこの旋律が流れる。 世界陸上大阪大会の開会式でサラ・ブライトマンが歌った曲ランニングもこの戦律を元にしている。他、三菱、ギャラン・フォルティスの CM ソングにも用いられている。1930年のトンボーによる発見から2006年の惑星の新定義の決定によって除外されるまで76年間に渡り太陽系第9惑星として一般に親しまれてきた。 天体として、冥王星。現在では純惑星に分類さているが知られているが、上記の通り組曲、惑星には、冥王星に該当する曲が含まれていない。これは1916年の作曲当時には、この天体は未発見だったためである。冥王星発見後、ホルストは、冥王星のための8曲目の作曲に取り掛かったが、半ばにして、脳卒中で倒れ。 一時は学生に書き取らせ、続行しようとしたものの、完成させないまま1934年に亡くなった。このため、冥王星が惑星とされていた期間中には、この作品は科学的に内容が古いなどと指摘されることがよくあり、また新惑星の冥王星を組曲に追加して、現代的に補完しようとするみもあった。そのうち最も有名なのが、ホルストの研究家で、 イギリスホルスト教会理事の作曲家コリン・マシューズによる名王星し、再生するもの、プルート・ザ・リニューアである。これは、ハレ管弦楽団の指揮者、ゲント・ナガノの移植に応じて2000年に作曲されたものであり、同年5月11日に初演されている。この試みでは、海王星の集結部を少し書き換え、最後の小説の直前で切れるバイオリンの高いローンを伸ばし続ける。 そのまま、アタッカーで、冥王星に続くように変作されている。海王星の消えるような集結に対し、冥王星は消えるようには終わらず、太陽系の外のさらに広い宇宙空間へと続いて、行くかのような音響を持って終わる。この点が、ホルストの原作の音楽的意図とは異なり、賛否が分かれる点でもある。実際、サイモン・ラトルは、冥王星付き、惑星を指揮したり、 オリジナル通り、海王星で一旦演奏を終わりてから、冥王星の演奏に入っている。この八曲からなる通称、惑星、冥王星付きは、特に、イギリスで好んで演奏され、ラトル式ベルリンフィルハーモニー還元楽団、マーク・エルダー式ハレ還元楽団、デイビッド・ロイド・ジョーンズ式、ロイヤル・スコティッシュ還元楽団、オーエン・アーウェル・ヒューズ式、ロイヤル・フィルハーモニー還元楽団、 ポール・フリーマン式チェコナショナル交響楽団などの録音が存在する。2006年8月24日、国際天文学連合総会において、惑星の新定義が決定され、冥王星が惑星から除外された。これにより、地球を除いた太陽系の惑星の顔ぶれは、組曲、惑星の曲目と、再び一致することとなった。 なお、くしくも総会決議の前日に、日本で国内版が発売された、サイモン・ナトル式ベルリンフィルハーモニー管弦楽団の名王星付き枠は、マスメディアから注目されたこともあり、好調な売り上げを記録し、販売元の投資 EMI では5日間にして1万枚の在庫が切れたという、惑星に新たな曲を加えようとする試みとして、 その他にも類似した試みがなされたことがあった。サイモン・ナトルは4人の作曲家に移植して以下の4曲をベルリンフィルハーモニー管弦楽団演奏会で演奏した。これらは常日の CD にも収録されている。ただし、組曲、惑星に追加した形式にはなっておらず独立した作品と考えられ、名王星とは少々事情が異なる。またこれとは別に、 ゾリステンドライエッグが移植したバリオリンとトロンボーン、オルガンのためのクワーオアーなどがある。2005年作曲小惑星トータティスを題材としているカイア・サーリアホが作曲。2005年作曲恒星 h d 2 0 9 4 5 8の惑星オシリスを題材としているマテアス・ピンチャーが作曲。2005年作曲小惑星 ケレス、現在は純惑星に分類されているを題材としている。マーク・アンソニー・タネジが作曲。2006年の国際天文学連合総会において、この天体を惑星に分類し直す提案がなされたことから、特に話題になった。2006年作曲。宇宙からの期間中に、自己死した、ソ連の宇宙飛行士、ウラジーミル・コマロフを題材としている。 ブレッド・ディーンが作曲。富田伊佐の晩年のシンセサイザー演奏によるアルバム、惑星、プラネッツ・アルティメット・エディション、2011年6月には、富田作曲の、糸川と、ハヤブサ、小惑星、糸川と小惑星探査機は、ヤブが、木星と、土星の間に入る形で新たに追加されている。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。